身長ビヨン、医師医学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは、身長を伸ばすために大事な睡眠のポイント7つをお話しさせていただきたいと思います。本日お話しさせていただく7つをマスターしていただければ、効率よく身長を伸ばすことが可能になるのではないでしょうか。それでは、ね、早速お話ししていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。最初にですね、7つのポイントの前にまずおさらいからになりますけども、睡眠はですね、まず考え方としては大きく分けると時間と質になります。時間に関して言うと、結構前の動画になってしまったんですけども、ナショナルスリープファンデーションというところの記事を参照にして、現在私が推奨したのはこちらで、3から5歳は10から13時間、6から13歳は9から11時間、14から17歳は8から10時間が推奨になってまいりますので、時間はそれを守ってください。それに対して本日お話しさせていただくのは、睡眠の質を上げるためのポイント7つになります。そのポイントですね、一つずつ解説させてください。7つのポイントの中で一番初めお話しさせていただく一つ目のポイント、これが一番大事かもしれません。お風呂に入りましょうってことですね。もう少し正確にお話しさせていただくと、湯船にしっかりと浸かって体ですね、少しほてるぐらい、やりすぎ良くないんですけども、少し温かいなと思うぐらいまでですね、しっかりと湯船に浸かっていただいて体を温めていただく。その後にですね、お風呂から出ると少しこう体の体温が下がっていくわけなんですけど、それに応じて睡眠欲、睡眠が襲ってきて、睡眠の質がですね、ぐんと上がるというふうに言われていますので、シャワーで済ませるのではなくて、湯船にしっかりと入っていただいて、睡眠の質をですね、向上させていただくことをお勧めさせてください。そして2番目が日中のスポーツ。これもめちゃくちゃ大事ですね。当然なんですけども、日中ゴロゴロほとんどですね、家の中で動かずに過ごしていたりすると、皆さんも経験あるのではないでしょうか。なかなか寝つけない、そんな日があったのではないでしょうか。一方で、日中一生懸命スポーツした日はですね、もう本当にコテーンとね、寝てしまう、そういった経験もあるのではないでしょうか。まあそういったことからも、日中のスポーツというのはですね、睡眠の質を上げるという点で非常に重要なポイントになってまいります。そして3番目が歯磨き。歯磨きぜひやってください。私もですね、ちょっとめんどくさいなと思って歯磨きせずにですね、まあ出たことも当然あります。その時にですね、よく覚えてる記憶としては、朝ですね、口がネチャネチャネチャってしてですね、ネバネバネバって気持ち悪いんですね。その気持ち悪さ、きっとなんですけども、寝てる間も知らず知らずのうちに気持ち悪いなと思ってるわけですね。当然ですけど、気持ち悪いなと思って寝る睡眠と、気持ちよく寝れる睡眠、どちらの質が高いか言うまでもないと思います。ですね、歯磨きをしっかりしていただくというのも、実は睡眠の質の向上にとっても大事なポイントだというふうに私は考えます。次、パジャマに着替えてください。大事なポイントですね。これもお風呂に入ってれば、まあ、自動的にパジャマに着替えていただけるかなと思うんですけども、何をお伝えしたいかというと、まあ、制服のままでですね、まあ、寝てしまったりだとか、もしくは運動着のまま寝てしまうとか、そういったことがないようにご注意ください。例えばね、日中サッカーめちゃくちゃ頑張りましたって言って、めちゃくちゃ疲れ果ててサッカー着のまま寝てしまうなんてことがないようにしてください。しっかりと寝やすい格好で寝るというのも、睡眠の質の向上にとても大事になってまいります。次、5個目ですね。ソファーで寝ないでください。このポイントも超大事ですね。これも、ね、今お話ししたのほとんど同じですね。サッカーやりました。めちゃくちゃスポーツしました。で、めちゃくちゃ眠くなります。それでもう布団に入らずにですね、しかもお風呂にも入らず、歯も磨かずにですね、運動着の方でソファでガンと寝てしまう、それやめましょうってことになります。本当にね、それをしたくなる気持ちは私はめちゃくちゃ分かります。そもそも運動した時点で疲れてるのに、帰る時もですね、例えば電車とかバスとかですね、移動でもそれでも疲れてですね、もうどんどん睡眠がこう増していくわけですね。その中で家着いた途端にですね、もうとんでもない睡眠に襲われてガクンと寝たくなる、その気持ちよく分かります。だけどそこ我慢してください。なんとかお風呂に入って歯を磨いてパジャマに着替えてから寝るようにねしてください。次のポイントですね、夜更かしは控えましょう。もうこれ超簡単ですよね。夜更かしはですね、たった1回だけ少し遅くの時間寝てしまうとか、そこまで問題にはならないんですけども、例えば2時まで起きてしまった次の日の朝、起きれないですよね。無理やり学校に行くためにですね、まあ7時とかに起きると睡眠時間5時間しかないわけで、その調子でですね、まあ学校に行くと睡眠不足で授業中寝ちゃったりだとか、そういったようなねことが起きうるんじゃないでしょうか。そうしますと当然なんですけど、今度はまたですね、夜寝れなくなるんですね。授業中寝てしまったせいで夜寝れなくなる、生活サイクルが明らかに崩れてしまうので、夜更かしをですね、まあ、してしまうと生活リズムが狂ってしまうので、まずやめましょう。そして最後、7番目ですね、スマホのブルーライトには注意。 YouTube は見てほしい、だけどスマホは見てほしくないっていうね、この私の複雑な感情ですけども、スマホのですね、ブルーライトは睡眠の質を下げるというふうに言われています。よくですね、まあ、同じ系統の質問として、ブルーライトですね、カットすればいいのかっていう質問で、ね、よく受けるんですけども、それもクエスチョンマークになってくるかなというふうに思います。当然なんですけども、明るいところで寝るのと暗
暗いところで寝るならどちらの方が睡眠の質が高くなりますか。そういった質問させていただくと、暗いところで寝た方がいいでしょうと質問になってくると思います。つまりブルーライト関係なく光刺激というのはですね、睡眠の質をですね低下させる可能性がありますので、やはりそこが注意になってくるかと思います。ということですね、今回ですね、睡眠の質を上げるための7つのポイント、身長を伸ばす睡眠7つの方法ってね、そういう風にも言い換えられるかなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。もう一回簡単にちょっと振り返っていきたいと思います。まず1つ目、お風呂に入りましょう。2番目、日中のスポーツよろしくお願いします。3番、歯磨きしましょう、ガシガシガシ。4番目、パジャマに着替えて寝ましょう。5番目、ソファーで寝るのやめましょう。6番目、夜更かしは控えてください。そして最後7番目、スマホはやめましょう。新潮先生の YouTube はですね、6時に配信してますので9時ぐらいまでにね見ていただけるといいのではないでしょうか。参考になりましたでしょうか。今後で新潮に関することを配信していきたいと思います。新潮に関する疑問がありましたらですね、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。カプションが新潮先生に聞けて答えていきたいと思います。それですね、今後もねよろしくお願いします。新潮ビヨーン、バイバーイ。